ディンたちは追い返したけど、これからどうしたらいいのかな。やっぱり魂のありかを探さないといけないんだよね。うん、しかしここまで調査を進めてきたが、未だに明確な手がかりは得られていない。このまま探し続けるにしても、何か新たな手を。オーディンの魂ならユグドラシルの中だぜ。今なんと。だからオーディンの魂ならユグドラシルの中にある。間違いないぞ。おじ上、なぜそう言い切れるのですか。冥府の王は執念深いんだ。逃がした魂の特徴は決して忘れない。だからその昔、冥府から送り出したオーディンの魂のこともちゃんと覚えているし、大体どこにあるかも感じ取れるぜ。ハデスさん、すごい。私たちずっとそのことを調べていたんだけど、なかなかわからなくて困ってたんだ。これほどあっけなく魂の所在がわかると、冥府の王にはもっと早くご出馬願いたかったものだ。ではすぐにでもユグドラシルへ向かいましょう。これ以上オーディンが力を得る前に魂を滅ぼさなくては。待て待て、ユグドラシルの周囲にはオーディンの手勢が幾重にも防衛線を張っている。突破するには策が必要だぞ。ならばいくつか部隊を編成し、おのおの別の場所から一斉に攻撃させよう。敵は動揺し、守りにほころびができるはずだ。そこを一気に突破してユグドラシルを目指すか。うん、いけるかもしれないな。では早速部隊の編成と攻撃地点の選定を進める。おそらくかなり大規模な作戦となろう。準備を念入りに、抜かりなく進めるぞ。危機に瀕した連合軍のもとへ、ゼウスの兄にして冥府の王であるハデスが降臨。彼の加勢もあり、連合軍はなんとかオーディンを退けた。さらにハデスの力により、オーディンの魂がイグドラシルの内部にあると明らかになる。だがその周囲は敵も厚く守りを固めていた。各地の敵防衛拠点を撹乱し、突破口を切り開くため、連合軍の誇る地将たちが動き始める。私たちが攻略を任されたのはこの地ですね。敵の防衛線の要なのは確かです。守りも相当に固いでしょう。ええ、布陣している敵はかなり多いみたい。それに強い力を持った怪物の気配もあるわ。おそらく怪物を主力としてここを守備しているのよ。ならばその怪物を蹴散らしさえすれば、敵は一挙に浮き足立つのではないか。まあそうなるだろうな。だが問題はどうやって怪物を蹴散らすかだ。成功法では歯が立たないのは明らかだからな。ええ、策を用いるのは必須ですね。では地形と敵の布陣から有効な策を検討してみましょう。ははっ、いいね。あんたが気が回る方で助かるよ。まず俺の予想だが、二人とも作戦の話に没頭してしまったわ。私、難しい話はあまり得意じゃないのよね。彼らは人間の中でも特に頭の切れる者たち。任せておいても問題ないはずです。我らは作戦成功のため力を尽くすとしましょう。敵軍の守りは固いようですね。残念ながら想定通りでした。さすがに要所というだけのことはあるな。まずは守りの薄い場所から攻めるとすれば。となると
あの城の東あたりでしょうね。敵の動きに注意しつつ進軍しましょう。我が呼び声に応えよ。神仙の力披露せよ。あの城には備蓄庫があったはずだが。いつもながら鮮やかな戦ぶりですね。本当に勉強になります。今までとは比べ物にならないほどの力です。これが例の強化された怪物ですか。まともに戦える相手じゃないわ。今は放っておいて先に進みましょう。まずはここから攻め崩すとしよう。ついでに有用な情報も得られればいいんだ。私が出るしかなさそうだ。いざ参るぞ。今こそ攻め立ててやろう。駆け引きの妙見せてやろう。私がなすすでもなく負けると。これ以上ここにいたら危ねえ。備蓄されている油に火がついたら終わりだ。油ね。これはいい。リクソン殿の得意分野と言っても過言じゃないな。はい、怪物もよく燃えてくれるでしょう。早速城を制圧し準備を整えなければ。ですがそれまでに誰が城外の怪物の足止めを。俺が行こう。南の怪物どもを釘付けにしておけばいいんだな。書こうとなら。ありがとうございます。こちらもできうる限り急ぎましょう。怪物を抑える役一人では荷が重いだった。俺が手を貸してやる。わしも参る。怪物どもの規制この鬼柴田が削いでくれるわ。百戦錬磨の猛者たちといえど限界はある。カコートン殿らが倒れる前にさっさと城を制圧しよう。見事御意のままお進みあれ。できんのに敗北というのもなかなか面白い。またお前と戦えることが楽しみだ。敵のお出ましか。ま
共に戦うには分が悪い相手だ。策の準備が整うまでだけでも抑えるぞ。いつもながら鮮やかな戦ぶりですね。本当に勉強になります。私では勝負にならん。受け止めてみるがいい。失礼しました。ギラの力感じてください。クソ、歴史はモノノフの本分よ。我が豪遊とくと味わえ。まったく素晴らしいね。やっぱこれだからあんたは面白い。真の三国武装ってあんたのことか。まだ城を落とせないのか。俺たちで怪物を抑えるのにも限界があるぞ。アレスたちかなり苦戦しているわね。城の制圧を急ぎましょう。城を制圧しました。速やかに策の準備に取り掛かりましょう。それじゃ加工トンドロにも合図を送るとしよう。怪物どもをここへ連れてきてもらわないとね。各都市の合図だ。怪物を引きつけつつ城へ向かうぞ。承知。やつらめ、怪物どもに押され後退を始めたか。追いかけて城の仲間と挟み撃ちにしてやる。さあ滝に出してやろう。いつもながら鮮やかな戦ぶりですね。本当に勉強になります。南より敵の大軍がこちらへ向かってきます。加工と者たちがうまくやってくれたようですね。敵も敗北というのもなかなか面白い。お前と戦える日が楽しみだ。さあ総仕上げにかかりましょう。妙だ、城内がやけに静か。今です。城内の油に火を放ってください。城はすでに奪われていたか。やつらめ、城内の油を使い火を放つとは。怪物を操る者の力が弱まったみたい。今ならやつらを倒せるはずよ。見事に作戦通りだ。あとは城に残っている敵を片付けるとしよう。怪物め、術者から切り離されて力を失ったようだ。今ならばたやすく片付けられよう。あれほどの苦境を覆す人間たちの力、やはり侮るか。やるな。これからもその調子で励むがいい。
神へ。これは面目次第もござらぬ。なんと圧倒的な力だ。いつもながら鮮やかな戦ぶりですね。本当に勉強になります。やっ好きにやれると思うなよ。さあ参れ。遠慮はいらんぞ。やるな。これからもその調子で励むがいい。ひとまずこの地のオーディン軍は相当できた。さすがリクソンだろ。実に見事な燃やしっぷりだ。いえ、皆さんの協力があったからこそです。これでユグドラシルへ前進できたでしょうか。ええ、少なくとも敵の守りの一端は崩せたはず。この調子でユグドラシルを目指しましょう。頼みの怪物を失い、敵は大きく混乱している。ひとまずこの地の守りは崩せたと言っていいだろう。しかし火を用いて難敵を一網打尽にするとは、実に見事な采配だったな。運よく城に油が蓄えられていることが分かったんでね、リクソン殿の得意分野を存分に生かせたってことだ。炎が有効な相手で助かりました。ところで他の部隊の様子はどうなのでしょう。守備よく進んでいるといいのですが。そうね、みんなきっと力を尽くしてくれているはずよ。いい知らせを信じて待ちましょう。